アポゴンはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名は熱帯及び亜熱帯に生息する天竺大化の一部を指すフランス語名にちなんで命名された。当初の艦名はダラのスペイン語名にちなみアバデージョとなる予定であったが、飛行前の1942年9月24日にアポゴンに変更された。 カーディナル・フィッシュ・カスミア・アライ・シモチ・アポゴンは1942年12月9日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1943年3月10日にトーマス・ウィザーズ・提督夫人によって命名、浸水し、1943年7月16日に艦長・ワルタ・ピー州に少佐の指揮下収益する。収益後、ニューイングランド沖合で成長を行い、 9月13日にニューロンドンを出港、ハワイに向かう。9月25日にパナマ運河を通過し、同日太平洋艦隊に合流した。10月11日に真珠湾に到着し、3週間の訓練を行った。給油及び紹介準備が完了すると、あとは最初の出撃の末のみとなった。11月3日、アポコンは最初の紹介で、 トラック諸島方面に向かった。当時、ギルバート諸島攻略のためのガルバニック作戦が進められており、アポゴンを含んだいくつかの潜水艦は、その支援を行った。アポゴンの哨戒海,海域は、春島から半径110キロの海域を含み、トラックからクエゼリン艦昇艦の太陽航路に沿ったものであった。11月5日に、ジョンストン島で給油した後、哨戒海,海域に到着した。 この紹介を通じて、アポゴンは少なくとも4つの接触を持ち、内ッ度の攻撃機会が得られた。その一つは、12月4日に、ポンペイ島、北東250キロ地点で発見した、マーシャル諸島に向かう、途中の5012戦団に対する攻撃であり、アポゴンは、特設奉還内道丸を撃沈した。12月18日、アポゴンは45日間の行動を終えて、 ミッドウェイ島に帰島、さらに12月26日に真珠湾に開港された。1944年1月15日、アポゴンは2回目の紹介でマリアナ諸島方面に向かった。2月1日、アポゴンは6隻の輸送船で構成された船団を発見し攻撃した。爆発音を聞いた乗組員は、潜望橋で観測し、大クジラ型潜水母艦あるいは、 ミカドは丸9客船と目された第一の目標が燃えていると判断した。アポゴンは別の目標を選び攻撃。これは護衛艦と判断された。この攻撃を通じてアポゴンは2隻2万4000トンの戦果を上げたと信じたが、戦後に記録を洗い直した結果、実際の戦果はゼロであった。3月9日、アポゴンは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。 潜水母艦ブッシュネルによる回収を受けた。また、3月15日から19日にかけては、ドック入りし、スクリューの交換を行った。4月2日、アポゴンは3回目の紹介で、日本近海に向かった。2日後の4月4日に、ジョンストン島で給油した後、紹介会海域に向かった。しかし、出港の翌日に、乗組員が20ミリ機銃を整備していた際、 断層に残っていたカートリッジが乗組員の足の上に落ち負傷させたため、アポゴンはこの負傷した乗組員を上陸させるべく、ジョンストン島に戻った。負傷した乗組員を上陸させた後、4月6日に再出撃した。この紹介では目立った戦果はなかった。5月22日、アポゴンは49日間の行動を終えて、マジュロに帰島した。6月8日、 アポゴンは4回目の紹介で、ガードフィッシュスレッシャーピラーニャとウルフパックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。7月12日、アポゴン以下のウルフパックは、バタン諸島近海で、モマレイチ戦団を発見。アポゴンはそのうちの一隻である日マ丸を攻撃しつつあったとき、日マ丸は、アポゴンの戦亡鏡を発見し突進してきた。アポゴンは、 完備発射艦からの攻撃に切り替えて、攻撃体制を整えつつあったその時、アポゴンの右手にあった陸軍特殊船マヤヤママルがアポゴンの潜望鏡に向けて体当たり攻撃と爆雷投下を行った。潜望鏡は日本とも破損し、レーダーもねじ曲げられた。アポゴンは紹介を打ち切り、7月22日にミッドウェイ島に到着して潜望鏡を応急修理した。 7月26日、アポゴンは37日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。潜望鏡やエンジンの交換を含む改装工事を受けた。艦長がアーサー・シー・ハウス・ジュニアに変わった。9月12日、アポゴンは5回目の紹介で、千島列島方面に向かった。9月23日に、北緯34度57分、東経150度44分。 北緯34.950度統計150.733度、34.950150.733の地点で特設監指定大陸長陽丸を撃沈した。4日後の9月27日には、北緯47度07分統計151度25分、北緯47.117度統計151.417度、 47.11751.417北緯47度7部、統計151度25部のホーツク海で、八郎がたまるを撃沈し、生存者2名を救助した。翌月は、これといった獲物もなかった。10月28日、アポゴンは46日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。11月20日、アポゴンは6回目の紹介で、 千島列島方面に向かった。この時期になると、アポゴンの紹介海,海域を往来する船舶は、ほとんどおらず、12月19日に、タンカーに対して来撃したのが、この紹介におけるアポゴンの唯一の攻撃行動であった。1945年1月5日、アポゴンは46日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。2日後の1月7日に、 オーバーホールのためにメアアイランド海軍造船所に開港されていった。5月28日、オーバーホールを終えたアポゴンは7回目の紹介で、壁ゾンとウルフパックを構成し、千島列島方面に向かった。6月18日、アポゴンと壁ゾンの2隻は、北緯50度23分統計155度06分、北緯50.383度統計155.100度、 50.383155.100のバラムシル島南西端沖でバラムシル島から出てきたばかりの輸送船団を発見し、アポゴンはそのうちの一隻に対して2本の魚雷を発射し、うち1本が目標船の中央部に命中、目標は船尾から沈んでいった。これがかつては日清戦争、日露戦争時の病院船で、後に 小林滝路の蟹高船のモデルとなった、広吉丸の最後であった。壁損ももう一隻の輸送船である、ザオ山ヤマ丸を撃沈し、この船団は護衛艦を残して全滅した。7月2日には、北湯49度28分統計154度19分、北湯49.467度統計154.317度、 49.467154.317の地点で、第58号苦戦特務艇、第65号苦戦特務艇と交戦して、損傷を与えた。7月14日、アポゴンは48日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。8月7日、アポゴンは8回目の紹介で、南鳥島近海に向かった。しかし、一週間後の八月十五日に戦争が、 終了したためこの紹介で攻撃を行うことはなかった。9月2日、アポゴンは26日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。これがアポゴンの最後の紹介となった。ベーカー実験における爆発真珠湾に帰投したアポゴンは、サンディエゴに開港されることとなり、9月11日に到着した。アポゴンは10月1日に同地で予備役となった。 1946年1月、真珠湾に向けて出港した。クロスロード作戦における標的艦として使用されるため、その準備を行うためであった。標的艦としての回収が完了すると、アポゴンは5月31日にビキニ干渉に到着し、7月1日に行われたベーカー実験で沈没した。アポゴンは1947年2月25日に除籍された。 アポゴンは第二次世界大戦の戦、ありがとうございます。